こんにちは、トマキです。今日はここフレックさんにゲストの方が来ているんで、一緒に動画を撮っていきます。簡単に自己紹介お願いします。はい、プロテインの B レジェンドとか、アパレルのレジェンズを展開しております株式会社リアルスタイルのスタッフをしております大林と申します。よろしくお願いします。今ですね、リアルスタイルの方で B レジェンドの販促に関わる仕事をさせていただいておりまして、でプライベートの方では、ボディービルの大会ですとかフィジークの大会に、2016年から出させていただいてまして、 JBBF の大会であったりとか、今年はですね JBBF ではなくて別のナチュラル団体であります ANNBBF という団体で、大会に出ようということで、10月の大会に向けて、減量しているところです。今日はすごい機会をいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。出身が豊橋で、そうなんです。はい、ちょうど今日はここ豊橋なんで、こちらのジムで撮っております。で今日は、大林さん、この大きい体を作ったボディービルダー大林さんの腕トレを普段どんな感じでやられてるかのを解説してもらいながら紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ普段なんですけど、腕トレって設けてます？腕だけで。腕だけの日っていうのは設けてなくて、私の分割がちょっと特殊なんですけども、上半身と下半身の二分割で、週に4回トレーニングをするので、各部位、週に2回ずつトレーニングする形になります。で腕トレは上半身の日の、最後に来るので、それほどこう腕だけ頑張って、優先的に鍛えるっていうことはしてないですね。はい、なんで週に2回腕トレが、上半身の最後に回ってくる。はい、セット数はじゃあ週でいうと、セット数も一般的な競技者の方のトレーニングに比べるとかなり少なめかなと思うんですけども、三頭筋と二頭筋とそれぞれですね2種目2セットずつ4セットずつを週に2回やるので、それぞれ8セットずつ、はい、になるので、3種目3セットよりもセット数が少なくなるのでかなり少なめのボリュームだと思います。今日はなので2種目2セットずつ、はい、よろしくお願いします。お願いします。1種目目がナローベンチですね。3頭狙いなんで手幅は狭めにしてやるんですけど、私肩を結構ひどく痛めてまして、左肩をアダッキューと胸郭出口症候群で、右は頚椎ヘルニアっていうので、結構肩の調子が悪い時なんかはあんまりボトムの可動域を広くしてしまうと肩と肘に痛みが出てしまうので、このナローグリップのベンチプレスに関してはかなり可動域を狭めでやってます。まあ、肩を守るっていうのもあるんですけど、3頭狙いのナローベンチの場合、まあ、私の場合はですけど結構スティッキングポイントが上の方にあって、なので、まあ、一番負荷がかかるポイントが結構高い位置にあるっていうことと、あんまりボトムまで下ろすと今度は大胸筋の力も結構動員されてしまう感覚があるので、肩を守るっていうのと三頭筋に若干ですけどアイソレーションさせてあげるっていうこと、この2つを意識して、まあ、可動域は意識的に短く取ってやるようにしてます。はい、ありがとうございます。で手幅はまあ大体前習いぐらいの感じですかね。肩幅ぐらいで持つようにしてます。で普通のベンチプレスの時はこの辺にこう手首を背屈させてこの辺に乗せる、握るっていうよりはこう包み込むようなイメージでバーを持つんですけど、三頭狙いのナローベンチの時は私は結構手首を思いっきり立ててギュッとも握り込んじゃいます。この方がやっぱり腕に力が入って大胸筋よりも三頭筋の力をよりアイソレーションさせている感覚があるので、私はこういう感じで握ってやってます。だいたいこう腕が肘が、まあ、体の真横に来るぐらい、バーはだいぶ胸から離れちゃうんですけど、これぐらいがまあ自分にとっては理想の可動域っていう感じでやってます。はい、ありがとうございます。
ではメインセットは回数とセット数はどれぐらいでやられてますか？メインセットは、まあ、時期によってちょっと変えてる部分もあるんですけど、基本的には6回から8回を2セットが、まあ、腕トレですね。足で踏ん張らない、もう足はもうバランスを取る程度で、なるべく足と体幹はリラックスして、もう最低限のバランスを取るぐらいにしといて、もうとにかくバーベルに意識を集中して天井にパンチするぐらいの感じで上げるようにしてます。なるほどです。こんな感じで1セット目は、まあ、あと 2,3 レップは上がるかなぐらいのところで、止めるようにしてます。で、まあ、ストレートセットで例えば90キロで6回から8レップ2セットで組むのであれば、2セット目に最低でも6回はできるように組むので、1セット目からこう限界にまで上げるんではなくて、2セット目にしっかり最低のレップはクリアできるような重量設定でやるようにします。なるほどです。ちょっと余力残すで、そうですね、アーチももうほぼ組まずにって感じです。もうアーチもなしですね、これは。面白い。イメージこんぐらいの。あ、そうです、そうです。いいですね、三頭で。強いですね。腕だけ強いですよ。出回り何センチぐらいですか？今はコールドでピーク作って 40.5 とかそんなもんですね。全然。パンプさせると？パンプさせるとまあ43とかそんなもんですかね。もっと太く見えますけど、45、6見えます。やっぱりその周りの SNS とかでいろんな選手見てるとやっぱり自分よりでかい人ばっかりなんで、ちょっと自信なくす時の方が多いですけど、まあ、やっぱりそのステージでよく見せる、でっかく見せるっていうことが大事なんで、そこを意識して鍛えるのとポージング練習とやるようにしてます。なるほどです。2セット目はもうギリギリまでって感じです。もうそうですね、限界まで出し切る。はい、粘れないですね。そうなんですよね。こんな感じでナローベージュは、はい、セットで出し切る。そうですね。はい、では2種目目をお願いします。はい、2種目目なんですけども、イージーバーのトライセプスエクステンションです。なんですけども、インクラインベンチを使ってインクラインでやっていきます。なんでインクラインでやるかっていうと、まあ、負荷を逃がさないためなんですけども、どうしてもフラットでやるとトップポジションを伸ばしきったところで、負荷が完全に抜けてしまうので、インクラインにして若干肘を頭側に流したまま動かし続けることで、ボトムでも負荷が抜けない、でトップ伸ばしきったところでも負荷が抜けない、でそれでいてストレッチがしっかり三頭筋にかかるっていうポジションで、やるようにしてます。なるほどです。
まあ、重力と普通だとピタッと最後トップポジションで揃って3頭から抜けるのでインクライン、はい、で今日はちょっとあのこちらの変わったランバーインクラインベンチを使いますけど、普段は普通のインクラインベンチですよね。そうですね。でこれも6回から8回を2セットという感じです。これも1セット目はちょっと余力残しで、そうですね、ちょっと余裕を持って終わるように。もうここスタートじゃなくてちょっとこっち側スタートって感じですね。そうですね。基本的に上げるときには思いっきり私は握り込みます。下ろすときは若干力抜いてあげて、そこから思いっきり握り込みながら上げていく感じですね。あ、そうですそうです。この天井をパンチするぐらいの意識で伸ばしきる。そうですね。では続いて2投の1種目目お願いします。はい、イージーバーを使ったバーベルカールなんですけども、私はちょっとこうやり方を変則的なやり方にしていて、まあ、普通バーベルカールってこれぐらいの感じで、まあ、最後にトップで若干上腕が屈曲するかなぐらいの感じで動かすことが多いと思うんですけど、私はもう三角筋全部の力を使っちゃってこの辺まで上げていきます。頭の位置まで、うん、これは私一回そのポージングの指導を受けた時に腕が弱点って言われまして、まあ、腕を強化した方がいいということで、肩に比べてやっぱり腕が弱いのかなっていうのを感じてて、そうなるとおそらく今まで通り普通にオーソドックスのやり方でやっててもなかなか成長してくれないだろうなということで、もう肩の力も借りて肩と一緒にもう二頭筋を鍛えるぐらいのつもりでちょっと重量を扱おうかなということで、ちょっとやり方を変則的なやり方にしてます。この回数はやっぱりこれは、3頭筋よりちょっと多めで10回から12回で2セットっていう感じですね。なるほどね。あ、そんな感じです、うん、もうちょっと上まで、もうちょっといきましょうか。あ、そう、そんな感じ。
げますね。あ、そうですね。げるんで。こう上げてくる以外は、もう普通のイージーバーカールと同じ意識で、まあ、なるべく若干つま先重心で腹筋に力を入れてあげて、こういう反動とか、こういうチーティングはなるべく使わないように。耐えるって。そうですね。だから、ここからのネガティブでしっかり姿勢が崩れない、重心がぶれないようにコントロールしてあげるっていうのが大事になってくるかなと思います。どういうやつか。ちょっと後半筋が出てくる。あ、逆に二頭から逃げてる感じも結構あるんですけど、まあ、ちょっと今シーズン終わるまではこれで試してみようかなと思ってやってます。成長してる感じがないっていう方は試しで違った刺激を入れてみるかぐらいのつもりでやってみてもいいんじゃないかなと思います。では最終種目お願いします。はい、次はコンセントレーションカールになります。肩に比べて腕が弱いということは、まあ、結構その二頭筋のカール系の種目をやるときも、まあ、肩で持ってっちゃう癖があるのかなって自分で思ってて、そういうことであれば肩の力をまあなるべく出さない、まあ、例えばインクレーンカールなんかで思いっきり三角筋をストレッチさせた、三角筋全部をストレッチさせた状態で屈曲動作できないような姿勢でやるっていうのも一つで、インクレーンカールもよくやるんですけど、もう一つは三角筋全部をコンセントレーションカールで完全に緩めてあげて、緩めたところでカールすることで二頭筋により効かせる、はい、さっきはイージーバーのカールでもう三角筋の力も使って、高重量を扱うっていうのをやったんで、今度は三角筋の力を殺して、二頭筋に負荷をかけていくということで、このコンセントレーションカールをやってます。これも今試しでやってるところなんですけど、チーティングを使うようにしてて、床にダンベルを置いて手を完全に離したところから勢いをつけてパッと持ちに行く勢いを使って上げる、で下ろしたところで一旦床に置いてあげる、瞬発的な力をガッと入れる感じ。そうですね。しながらも高重量で二頭筋を刺激するっていう方法で弱点の腕がどう反応してくれるのかっていうところを今ちょっと見てるところです。離して取って、ペチンっていうぐらい。あ、そうですね。置く位置は真ん中ぐらいですか。頭の真下みたいな。
はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。もう腕4セットだけであんまり入るのかなと思ったんですけど、はい、結構しっかり丁寧にやれば4セットでも結構来るなっていうのが分かりました。ありがとうございます。で、小林さん SNS とかもやられてますか？そうですね、個人の、SNS、インスタグラムとツイッターとやってるのと別にですね、ちょっと宣伝みたいになっちゃって申し訳ないんですけども、 B レジェンドのインスタグラム、ツイッター、YouTube もやっておりますので、興味のある方はぜひご覧いただければと思います。概要欄に載せておきます。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。